こんにちは。和食料理人、あきつキッチンへようこそ。このチャンネルでは、和食料理人の僕、あきが様々な料理のコツやポイントを解説しています。今回はオニオンリングを作ります。モスバーガーのオニオンリングに負けないくらい美味しくなるためのコツやポイントを紹介しているので、ぜひ最後まで見ていってください。そして、今回使う材料が、玉ねぎ。それでは、オニオンリングを作っていこうと思います。玉ねぎを下処理から行っていきます。だいたい5ミリぐらいの大きさの輪切りにしていきます。切った玉ねぎを手でバラバラにしてください。上の部分を軽くポンって押してあげると簡単に分けられることができます。はい、このように分けることができました。玉ねぎの内側に含まれている薄皮を取り除きます。この薄皮を取り除くことによってよく粉がついてくれます。はい、できました。これ薄皮剥くのなかなか手間がかかって大変です。やってもやらなくても結構です。薄皮を剥いた玉ねぎに粉をつけていきます。こんな感じで全体的につけば OK です。ちなみに袋がある人は玉ねぎとこの粉を袋の中に入れて振ってあげるとこのように全体的につけることができるので、そちらの方が時間効率的にはいいのでおすすめします。で、僕は今回その袋がないんでこのように手でつけていってます。はい、このように全て粉をつけ終えることができました。ちなみにこのつけてた粉なんですけども、これは片栗粉と薄力粉それぞれ 100g ずつ入れて混ぜ合わせたものになってます。片栗粉と小麦粉、なぜ混ぜたかというと、片栗粉は白っぽく仕上がって硬くカリッとした食感に仕上がります。小麦粉はきつね色に仕上がってふわサクッと軽い食感に上がります。この片栗粉と薄力粉、この2つの良さを取り入れるためにわざとこの粉を混ぜました。イメージとしてはきつね色でカリサクッとした食感を目指してこの粉を作りました。で、先ほどつけていたこの粉に炭酸水加えます。炭酸水を合わせるメリットとしては、炭酸水には二酸化炭素が含まれていて、それが上がる途中に蒸発して衣の中に水分が溜まってベチャってなるのを防ぐ作用があります。炭酸水の分量足りなかったら調度に加えてって結構です。このくらいの泥になれば OK です。ここで少し味をつけます。おろしニンニクがだいたい小さじ2分ぐらい、コンソメの素少し、この泥に先ほど粉をつけて打った玉ねぎをつけて揚げていきます。これで下準備は完了です。油の準備ができたので揚げていこうと思います。170度でこちらの玉ねぎを揚げていこうと思います。ある程度火が通ったらこのようにひっくり返してあげましょう。焦げないようによく見ながら揚げていきましょう。これくらいのきつね色になれば OK です。はい、このように完成しました。それではこちらを盛り付けていこうと思います。完成しました。それでは食べていこうと思います。いただきます。せっかくなんでね、このまま食べていきたいと思います。うん、これめちゃくちゃうまいわ、ね、サクふわっとした美味しい食感に仕上がりましたね。やっぱ小麦粉と片栗粉の両方の良さがどっちも取り入れられてて、かつ衣にニンニクなど味をつけたので、このままでも美味しく食べられるような仕上がりになりました。え、うまいな。お肉じゃないからヘルシーだし、でもしっかりと美味しく食べられるってのがいいですね。皆さんも家でオニオンリング作ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。僕はこの料理以外にも様々な料理を作っています。
ているので、そちらの動画もぜひ見てみてください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。皆さんもご家庭でオニオンリングを作って、家族との幸せな食卓の時間を過ごしてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。